今後どうするとかなんかあんの？ええー。花さんや。あ、でもあそこにいる。うん。うん、めぐちゃんと、ガワイと、兵団組んでますよ。同期兵団。兵団。なんかみんな有名になりたいらしい。ああ、そういう。なんか有名になりたいっていう欲望多いね、みんな。めぐちゃんは歌で有名になりたくて。うん。はあ、ははあ。で、ガワイは有名っていうか、なんか最強になりたいらしい。うん、ああ。大丈夫、有名と最強ちょっと方向性違うような気がするけど。まあまあまあ、だからリーダーを奪いました。リーダーになりました。あ、そうなの。リーダーの方が有名かと思って。で、ハノさんはどういう風に有名になれるの？え、なんでもいい。なんでもいいんだ。なんでもいい。なんでもいい。なんでもか。上京したての学生かよ。あ、でも田舎から来たからあんま間違ってないかも。あ、そうなんだ。名を轟かせなきゃいけなくて。言ってることゾロだよ。でもなんか一芸とか持ってるんだったらなんかね、芸能事務所とかあるけどね。うん、でも一芸って言われたらないけど、でもやれって言われたら何でもやる。あ、何でもできるんだ。くらい。へえ。でも特化したものはないんですよ。そっかそっか。でも何でもできるんだったら、かわいそう。そうだね。合うんじゃない ?TS か。あ、じゃあ、ガバイの隣で、何でもできないはできることだけって言ってごらん。何でもできないは、何でも知らない。何でも知らないは、知ってることだけって。あ、ちょっと、いやー、何でも知らないは、知ってることだけ。なんだ、ちょっと、商品だけ渡すって。やるねあれ聞こえてないの？ああ、やるじゃねえか。商品渡します。やるじゃねえか。ありがとうございます。やるじゃねえか。何でも何でもやってくれるぞ、あの子。何でもやってくれるぞ、あの子。請求もしますね。 JTS っていうか。あ、そっか。あれじゃん、全員甘い。でもごめんなさい、一律皆さんからいただいてるのも。うん、確かに雰囲気はありますね。確かにあのピエロの下でもなんとかなりそうかも。何でもやらせるらしいからね。お願いします。はい。でもありがとうございます。キャバクラにさせられるんじゃない？前借り。かわいそう。なんか田舎から来た女の子をキャバクラに落とす。有名になりたくてキャバクラにみたいな、なんか嫌だわ、すごく。そう、キャバクラ探されるの？すごい嫌だわ、なんか。そういうところもあるんですよ。うん。キャバクラ行きたいな。え、行く？え？今はやってないんじゃない？今はやってないね。やってないね。ふみんさん。あ、なに？連れてってくれます今度。そうでしょ。俺金ないからね。え、あ、そういうこと。お、あの客側ってお金結構使うからね。お金必要です。でも先輩じゃないですか。じゃあアクトパスさん行きましょうよ。嘘だろ、俺マジで金ないんだって。財布じゃねえんだわ。財布代わりにどうぞじゃないの。え、じゃあこの辺で俺はゴデバが。ゴデバチゲチョコだわ。どっちかっていうと多分アッコパスさんの方がお金持ってるよ。アッコパス大戦お願いします。お店の責任者だもんね。から今度、うん、行ってもどうすんの君たち。どうするって。どうすんの。楽しむ客なんだ、ハノちゃんは。だろうね、ハノちゃんキャストじゃないんだ。キャバクラって何ですか。わからないですけど、とても行きたいです。とても行きたくなってる時点で知ってんだよ、それは。え、わからないな、うん、知ってる人の反応ですか。クリスタルみたいな。まだブラックジャックさん、なんかちょろっとこの前会った程度だよね。そうですね。うん。会いましたっけ。で、多分9055でちょろっとエンカウントした程度だから10秒程度だな。はい、え、その格好されてました？うん、俺いつもこの格好だよ。じゃあ、ちょっとごめんなさい。うん。忘れるとか絶対ありえない。ねえ。格好なんですけどね。まあ確かに、ってことはじゃあ多分。そうにない。多分本当に切断的だったから、しょうがないよ、それは。そういうことですかね。絶対怒ってやんね。覚えてますよ、旦那。JTS、JTS 来たよ、JTS。いやいや、いいって、それよりしくいただきたい。先輩、そこにいらっしゃるのが社長です。はじめまして。社長？よかったら挨拶してもいい？ぜひぜひ。間に合わない。はじめまして。JTS メカニックの社長やってます。ジョアンダ、町田よ。よろしくね。みんな集まってこんでいいって。何やらかったー。
すげー、何それ、集まってこんでいいんだ、やりたかった、やりたかった、あれユリン君久しぶり、ここだったけどな、気のせいか、探ってない探ってない、ちょっと、あ、探いや、ちょっとなんかさっきナサ見えて入ってって、ちょっと横にちょっと乗ってたらおもろいかなと思ったっすね。ああ、だけっすだけっす、盗み聞きとかじゃないっすよね。あ、ほんとに、はい、メニュー見て、これがち、これがち、これがち、まあでも、まあでもよかったな、悪いもん入ってたら沈めないといけなかった。いや、ほんとに大丈夫、ほんとに大丈夫ですから、もうさ、CM 待ってますから、ラーメン屋さんで、うん、ステーキラーメン、この街危ない人多いっすからって気をつけてください、ほんとに。マツコさん、今の人危ない人ですか？めちゃくちゃ危ない人っす。やばかった、怖かった、マジで気をつけてくださいね。殺されそうでした？殺されそうでした。ただあの人がいなくなった隙に俺が車乗っただけだったのに今やられかけたっす、マジで。何もしてないのに。怖い、気をつけてくださいね、初心者、外れた瞬間が山場っすよ、はい、それそれついてる間優しいから勘違いして、はい、それ外した後もいけると思うじゃないですか。はい、潰されるっす。怖いよ、それ外れた瞬間マジ危ないっす。本当にシャレにならんっす。この街って怖いんだ。この街怖いし、みんな優しくていい人で安全かと思ったのに。それはそのマークがついてるからっす、ツイッターのフォロワーみたいなもん、それどういうこと、どういうことそのマークがついてるからっす。なるほど、気をつけなきゃ、もうちょっとで取れちゃうから。そうなんですよ、取れたら本当に気をつけてください、マジで。わかりました。え、つるぎさんがお店の人ですよね？あ、そうです、そうです。ちょっと初めて来てラーメン屋さん、あれ、そうですっけ、俺どこで、俺らどこで会いましたっけ。なんだっけな、和菓子屋さん、あー、お店じゃなくてそっちのお店か。はいはいはい、あ、天塚さん会いましたもんね、この間。はい、お世話になりました。いや、もう全然何でも頼んでください。あ、なんか見せた？男卵の。あ、そう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 、これが、そう、これが本来の姿なんですよ。あ、この間、だって、髪ボサボサだって思ったもん。で、ボサボサじゃねえぞ、オールバックス。あれ、ボサボサじゃねえっす。あ、失礼しました。失礼しました。あれ、モデルの時の格好なんで、男卵の。ファッション雑誌男卵の。よりによってモデルの姿を、すいません。いや、そうなんですよ、まあ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 、あんま見ないですかね最近の感じのオールバックは。じゃあ、おすすめ、おすすめ欲しいです。あ、おすすめで、はい、わかりました、はい、初心者の方なんでね、サービスしますよ。え、いいんですか？もうその代わり、そのマークが外れたらどうのこうのみたいなのがこの街の掟なんですよ。あ、怖い怖いやつじゃないです、これ怖いやつじゃないです、よくしてもらった分、他の初心者の人によくしてあげるよね。あ、そうなんすよ、月が回ってくるのかと思った。じゃあ俺よくしてもらったんで、これ、はい、特製ラーメンと焦げビールですね。これおすすめですね。はい、ほら、ここに書いてあるナンバーワン、ナンバーワンメニューですね。美味しそう。何されてる方なんですか？何したい系ですか？有名になりたいです。ああ、そうか、はい、有名にね、なんかその、うん、特にこれって言ったやつじゃないけど、とにかく有名になりたいって。そうです、そうです、はいはい、思い出した、全部なんか目処立ちました、なんか、いや、でも皆さんに言われるのは、はい、その今の目標を言うと、大体なんか芸能事務所、はい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 、とかテレビ局とか、あと警察とか、そういうとこがいいんじゃないって言われます。ああ、まあ有名になりやすいですよね、名を上げやすいですよね、確かに。それは、うーん、迷うけど。おー、なんかあるんですか、めぼしいやつは。でもまだその言われたとこ全部全て行けてなくて、警察も芸能事務所も、はいはいはい、なんでわかんないんですけど、とりあえず今ニートだから、はい、働かなきゃと思って。ああ、なるほどなるほど、これバイト先って感じですね。そうです、有名になる前にお金稼がなきゃと思って。いや、まあそれはそうする、だって格闘は K1 格闘家のマサトですらラーメン屋さんでバイトしてた時期がありましたから。誰
マサトですらラーメン屋さんで働いてたんですから。誰？あの格闘家っす。誰？マサトっす、マサト。誰？すいません、すいません。いやもう全然全然。なんか、なんか競技みたいなやつ詳しくなくて。競技詳しくないですか？詳しくないんですよ。え、なんか楽しいこと、なんか好きなこととかあるんですか？好きなこと？好きなことか。はい。踊ること。え？ダンス？はい。なんでその半笑いなんですかね。嘘で言ってる時の笑い方じゃないですか。嘘じゃない、嘘じゃない。本当に、本当に大好きですよ。いや、じゃあそれって、じゃあもう結構有名になるには。はい。いい武器じゃないですか。わあ、いいね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 。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいじゃん。俺もすぐできるからね、これ。これが好きですね。あ、そうなんですね。はい。じゃあ、やめ方わかんないや。ちょっと一回。あ、もうそのまま踊ってていいですか。すいません。一回踊り出した。すいません。あ、もう全然全然踊ってて。あの、X の筋肉っすね。X か。はい。すいません。ありがとうございます。え、ダンス得意なのいいっすね。はい。ちょっとでも、つるぎさんも得意よりか。そうなんですよ。俺、会場レストランで、一番最初に行ってからもうこのインスピレーション受けて。あ、それみんな踊ってるやつだ。そう、ダンス得意だったら会場レストランじゃないですか。会場レストランか、やっぱり。いや、マジでいいと思いますよ。それって、あれなんだ、その場のノリで言ってると思ったら、本当にそれ会場レストランダンスなんですか？え、そうですよ。そうなんだ。いいですね。ダンスでじゃあ有名になりましょうよ。ダンスで有名な人この町いますか？もいないからチャンスなんじゃないですか。なるほど。いないところやっていかないとよ、やっぱり。そうですね。まだ耕されてないところを耕していくんですよ。わかりました。で、ダンス狙ってみようかな。ダンス狙いましょう。特技聞かれたらダンスって言って売れ込みます。そうそうそう。あとこういうダンスとかもありますからね。ダンス、こういうダンスもありますよ。この後何されるんですか？今日空いたうどん屋さんとか行きたいなと思って。え？なんだっけ？浜丸うどん？オーナー。浜丸うどん？浜丸うどんです。え、今日空いたんですか？あ、もう10時から。ついさっき開けました。俺も行こうかな。ね、良さそうですよね。ちっちゃいと思って。なるほど。じゃあ俺も後で行くっすわ、それ。はい。じゃあ先に行ってますね。ああ、行ってらっしゃい。はい、ありがとうございました。あ、はいはい。いや、俺もね、ここでうどん出す予定だったんで、ちょっと視察行かなきゃ。そうなんだ。え、そうなんですよ。ラーメン。折り亀製麺っていううどん作る予定だったんですよ。あ、そうなんだ。そう。ライバル店。ライバル店なんだよね。